はい、皆さんこんにちは。今回の VS 〇〇ちょっといつもとは雰囲気ちゃうんですけれども、山本和樹さんをゲストに招いて今日は行っていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日の対決の方法なんですけれども、はい、VS 聞き水対決ということで。おー ルールは簡単。見た目が同じ紙コップに入れられた水を飲み比べて、その水がどの水なのかを当てるだけ。正解数が多い方の勝利です。気になる4種類の水のラインナップはこちら。1、誰もが知っている有名ブランドのお水、 500ml およそ130円。 2、あまり有名ではないミネラルウォーター、500ml およそ18円。3、高町の美味しい水道水。水道水は全国平均で 500ml およそ 0.1 円なんだとか。4、高町が誇る松海の水。新松海の水公園に行って汲んできた水で、料金は0円。なお飲む前には一度沸騰させています。かなり値段に差のある4種類の水ですが、2人は違いを感じることができるのか。どうですか、自信のほどは。まあ見ての通りの消防団でございますから、やはり水に関することはこれは負けるわけにはいきませんね。はい、次関係あるんですか、大丈夫ですか。あまり関係のないような。はい、でも団長は仕事柄わからないと。そうですかね。よければ職業を言っていただけたら。職業は、すいません、はい、某 C の、はい、浄水場で、はい、水質の検査をさせていただいております、山本でございます。よろしくお願いします。じゃあそれずるないですか。プロじゃないですか。プロだから外せません。だいぶハードが上がりましたけど今。いやもうこれはね、もう匂っただけでも多分わかると思います。あ、そうなんですね。はい、じゃあ早速 A のやつからいきましょう。はい、はい、マイルドですね。分かった、これ B、 あれ捨てた水道水、絶対これ水道水ですよね。ぽいな。せやね、うん、なんかね生ぬるいね。でもぬるいんですかね。やっぱ高町の水道水美味しいねこれ。違うとは言わないでくださいよ。違うとか。外野がうるさいな。じゃあ C 行かさせていただきます。はい、 C 行きます。え、これ水道水や。いやこれなんか入れてない。なんかワインの匂いがするんやけど。ワインの匂いしますこれ。次 D 行きますね、うん、これ黙っててもいいんでしょうね多分、うん、D 行きましょうね。え一緒や。これ C の方には流れないんでしょうね。この C には流しますよ。うん、分かりました。とりあえずね、 B は水道水だと思うんですね。それはもう絶対。はい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 、はい、できました。はい、ちょっと待ってくださいね。はい、僕もできました。結果発表ということで、はい、いきます、せーの、ドンドン。どうですか、僕ら一緒ですかね。ちゃうわ、 A が4、 A が4です。4、1、1、2、3、
一個も合うてへんねやばい、プロがと全然合わへんかったんですけど。残念やね、三村さんも全て間違えられてますよ。全て間違いですよ、はい、ちなみにその 0.3 ミリ、何ですかね、これ 0.3 ミリグラムパーリットルというのは、これ3は水道水。お、そうね、先ほど言ったあの消毒、はい、消毒液の入っている率が 0.3 ミリグラムパーリットル。ほー、これはもうプロがね飲むと分かる。大丈夫ですか、それ予防線ハット噛んで、はい、カットできますか。はい、はい、番組は最後まで楽しんでます。はい、ちなみにどれが一番美味しかったですか。美味しいのはやっぱし、一番この青ですね。いや、そうなんですか。はい、優しいという表現を書きましたけども、非常に美味しかったですね。へ、優しい水、うん、やっぱしあの、うーん、おそらくミネラルウォーターの、はい、ブランドものだと思うので、値段が一番高い、はい、いい分なんで、体に優しいんじゃないかな。なるほど。なかなか優しいという表現はね、はい、プロでなければできないですね。はい、反対に A が一番おいしいもんなんですけど、なんか癖がなくって、もう何もないっていうのがやっぱり一番トップブランドなんかなって。これ水道水はどれにされたんですか。水道水は3なんで B ですね。はい、はい、なあ、まあ答え合わせに行きましょうか。行きましょうか。はい、はい、じゃあ答え合わせお願いします。まず A、 8階の水。え、4番でよろしいんですか。 A が8階の水。あ、4番ですね。4番ですね。おお、そう、イエーイいうことでよろしいですね。まずはイエーイ。まあ、まず1個目やからね。はい、はい、じゃあ次行きます。次 B、 はい、水道水。イエーイ。3番やった。え、僕がや水道水やった。あれ大丈夫ですか。いや、これまあ3、あれあれ3って書いてたんですけどね。はい、あら、1対1で。いや、やっぱ高町の水は美味しいということですね。いや、らしい水やということで、はい、1対1になりましたね。はい、C、はい、C がミネラルウォーターの2。おー、2番、イエーイ、2勝目です。まだ引き分けの可能性がの、いや、残って、え、残ってへんやん。もう残ってないんですかね。プロとして勝利者インタビューを、非常にいい反省をしております。日々精進を重ねまして、市民の皆様に安心安全な水をお届けできますように、今後とも努力させていただきます。よろしくお願いします。はい、まあ、一番おいしいのはこう高町の湧き水の松海の水が一番おいしいということで、まあ、町外の人にもこう水を飲んでもらおうという PR もできたんちゃうかなと思います。正解しましたか。はい、来ました。裏話がありますからね。はい、はい、今回はこれでお別れです。どうもありがとうございました。